6月7日月曜日、今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田孝二です。おはようございます。ます日本放送アナウンサーの新庄一華です。あら。<laughs> 声が遅れて聞こえてくるよ。若干辛抱 <laughs> <laughs>、えー。新庄さんの声に栄光がかかりましたけどそうですね。<laughs> えー、さて。 あの今日は曇りの日、時々晴れて、今週は暖かくなるらしいですけどね。いや、そうなんですよ、今日はですね東京都心、予想最高気温27度なんですが、明日から29度とか、いや28度ですとか,か。お天気のサイト見るとさ、はい、いやむしろ梅雨とかじゃなくて、熱中症気をつけましょうねっていうねいそうねそなんですよ本来であれば、梅雨入り関東甲信はですね平年並みですと、今日なんですよね、6月7日なんです。<ー>で去年は6月11日頃だったんですけれどもなるほど まあ、日本気象協会の方に確認したところ去年よりは遅くなるんじゃないかということでしたねなんかあの昨日一昨日あたりの空模様を見てるとあこれは梅雨入るかなみたいな感じでいたんですが、はい、いやところがあの週間予報を見るとですねなんかドピー感じゃないのかとちょっとまあ体調というか、ね、着るもので調整しながら特に今まだあの体に暑さが慣れてないんで熱、ね、中症が起こりやすいっていう風にね,うねよく言われます。んで今日 ながらやりましょうで昨日は、ねまあ、そんな雨、午前中から昼過ぎぐらいまでですかーあー参ったなと思ったのはですね実はあの、えー、スポーツのー、スポーツ部のね、まあ、今、スポーツ部って言わないんですけど、はい、あの人からお前、ちょっとこれチケットはあるんでいかねがって言ってですね神宮球場のチケットをもらったんですよ。<ー>でそれが6月6日、昨日のですねヤクルト対西武戦で,であじゃあ久しぶりにね、あの子供も連れて神宮行くべかと。 思ったらですね,い,い,ですねいや。 これ午前中からなんか雲行き怪しくって、うん、で、レーダー見ると雨雲近づいてきてて、どうしようかなと思ったんだけど、ま、さすがにさ、そのね、もらったチケット無駄にするわけにもいかないし、うん、ま、じゃあちょっとね、あの、リュックにカバー、ッパ詰めて、で、もし雨降ったらじゃあこれ子供に着せながら見るかなんつってですね、行ったわけですよ。はい、で、あのー、着くどころかですね、もう電車乗ってるぐらいから僕結構大粒雨降ってんな,なんてって、うん、しょうがないんでですね、まあ、神宮球場までは傘さして行ったんですが、 あの中入って、で、建物の中でスタンドに出る前にですね、じゃあ子供にちょっとこのカッパ着て、これ着てねてで、あの、ちょっとカッパが大きかったから、じゃあちょっとこの袖のところをまくって、なんつって、こう、あの、昨日は結局お、親お、お父さんと子供一人っていう状態で行ったんで,で、いつもだったらこれ全部妻に頼むんですけど、そういうわけにいかないので、もう自分で全部こうやってですね、でじゃあお父さんもちょっとカッパ着るから待ててね、なんつって、で、あの、二人でカッパでこう着込んで、で、それでこう行ったわけですよでうん、うん。 あの座ってね、えー、試合を見てたんですけれどもまあまあこう雨が降ってくるとでポツポツ当たるじゃないですかで子供が顔に当たって嫌だとかですねあとはあのしばらく見てると今度は蒸し暑いとか言い出して、ね、喉乾いたとか言い出して、うん、じゃあちょっとここあのジュース飲むかなんつってこうジュースをあげたりとかです、はい、お腹すいたとかまたデイゲームだと言い出す <laughs> ちょっとあのおにぎり買ってきたからななんて忙 <laughs> 忙しし、ね、しい忙しいでそうしながらですね試合見て。たら試合もまた 試合の方もあのホームランがバンバン飛び出し点もを取ったり取られたりっていうなかなかこういい試合をやってて、はい、いい試合をやってんだけどさもう目,目離せないわけよそっちにも <laughs> ねでそうこうしてるうちにさ子供が今度これこのプレーは何だったんだとか言い出して<ー>いやこれはなとこうあのヒットで進んだランナーがその後こうな帰ってきた球がこれあの野手の人がボールを落としちゃっただろうその間にもう一塁進んでこれはだからツーベースじゃなくてワンヒットワンエラーなんだみたいなこう説明を一生懸命しててもうとにかく忙しかったわけよ <laughs> <laughs> とにかく急いしくて周りなんかほとんど見られなかったんだけど、うん、そうしたらあのー、やっぱヤクルト戦だとね、はあ、これ会社の人がいるわけだよな。 あそうですよね。で、あのー、実は近くの席にいたらしいんだけど、あ、そうなんですか,だか私、全然気づかなくてですね、あらあそんなにそうして、で、しかもさ、途中でこう、雨が上がるわけよ。はい、雨が上がると、今度、子供がこう、カッパ脱ぎ出して、マジなさい、ちょっとカッパ脱ぐって、下に落としちゃうでしょう、なんて下水たまりでしょう、なんて言いながら、こう、わーわーやってたらですね、うん、会話進んで3回か4回ぐらいかな、うん、もう試合開始してから1時間半ぐらい経って、<は>で、横の知り合いに僕、全く気づかなかったわけですよ。 を見たらですねあの知り知ってる人があの 通路に立ってて、で、じーっとこっちを見てるわけですよ。女子のおっさんはずっと通路立ち上がってと思って見てたらですね、あ知り合いっていう。あと、こう、かっぱかぶっててマスクなんかしてると、もうみんな一緒に見えるじゃないですか。全く分かんなくって。いや、コロナ禍って本当、人と会うっつってもね、なんかあの、全然こう、分かんないもんだなって。いや、そうですよね。改めて、まああの、私も周りを全く見てなかったっていうのもあるんですけれども、そう、なんか、 改めてそんなことをね <laughs>、えー、思った昨日の神宮九州でありました <laughs> あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに関して、えー、ぜひメールやツイッターご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さんこの後6時半頃からご登場いただきます、えー、まずは北朝鮮による拉致問題、えー、6月5日、えー、横田茂さんが亡くなって1年となりました、えー、横田恵美さん拉致会社横田恵美さんのお父様でいらっしゃいます えー、そして、次第取り上げるニュースですが、まず土地利用規制法案、いよいよ参院で審議入り、今国会での成立というのを目指しています、与党は。えー、それから11日から開催される G7 サミットについて、えー、さらにアメリカが台湾へのワクチン提供を発表と、えー、日本からのワクチンもすでに先週の金曜日に。 え、え、台湾に入っております。え、それから、東京オリンピック・パラリンピックについて、スポンサーが延期を提案したという報道がありました。この報道に対しての反応、組織委員会は否定しております。え、それから、経済産業省が半導体デジタル産業戦略を発表したというニュースも取り上げてまいります。今週は抽選でで毎毎日5人人合計のの方にに年恒例おお世話になっている JA 香取からお米こしひかり5キロを プレゼントします。工事前はイーダーナウンサーと私親友が JA カトリの田んぼで田植えを行っていますが、はい、今年は新型コロナウイルスの影響からー JA カトリの生産者の皆さん一同で田植えを行いました。じなっております。じなっております。秋には新米を収穫してまた皆様へ工事前をお届けしたいと思っています。うん、この刈り取りは行きたいよね。<laughs> 行きたいですね。本当皆さんにお世話になりっぱなしで本当に申し訳ないです。JA、カトリの皆さんにもうね毎年美味しいお米を届けてくださいますから。いやそうなんですよ。 ねうん今日はですねそんなお世話になっている JA 香取のお米コシヒカリを一足お先にお送りいたします JA 香取で栽培されたコシヒカリはうまみも粘りも強いのが特徴です番組ではコージー米の育成過程も紹介していきますのでこちらもどうぞお楽しみに、うんはい、またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますので是非ご利用くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠し入ってまいりました。まあ今日はね、えー、土日を挟んでの月曜日の朝、長官一面はバラバラというところであります。えー、読売新聞一面トップはネットスーパー拡大加速という、まあコロナ禍でね、凄、え、盛、ー、消費も多いというところで、実、え、店、ー、舗よりもこのネットのスーパーというところ、セブン,ア,ンドアイダルとかイオン、西友ライフというところがえ上がっておりますけれども、売上を伸ばしている とということまあ刑事回復なんていう言葉もね言われますけれども影響を受けた、えー、飲食宿泊運輸というところとまあこういったネット活用してという業種でさまざま色分けがはっきりとしてきているということがまたわかる記事、えー、そしてまあ、その先を見据えてというところで日本経済新聞はワクチン証明今夏に今年の夏にと。 えー、渡航者用経済正常化投資という記事を書いてきております。えー、EU ヨーロッパ連合は移動解禁に向け7月から運用を開始するということであります。まあこれあのすでにですね一部政府高官らには非公式の証明書を作成して海外に持参しているということで,でまあこれは欧米などで接種履歴を聞かれるケースが増えているためだということなんですがまあもっ日本では、えー、オフィシャルにそういう証明というものアプリ等等がない。 という中で、えー、各国会社が作ったりだとか、まあ、試験的に運用を始めたりだとか、あるいは、えー ワクチンのメーカーが、あーまあ、認証というかね、えー、まあ、これ使ったらいいですよっていうような、まあ、まあ、これも非公式なおすすめというレベルではあるんですけれども、えー、ファイザーやモデルナというところはヘルスアミュレットという、えー、アプリを押し,していたりとか、えー、しますが、まあ、オフィシャルなものがないということで、まあ、これがだからアプリに入ってスマホでパッとこう見せられるように、それが世界共通になれば、えー、非常にいいとこも楽になるんですけれども、まあ、結構ね、あのお、入国のところで止め べられるってこう緊張するじゃないですか。いや、それ英語できりゃいいんですよ。できりゃいいんだけど、私みたいに聞くのもなんかこうわけわかんないし、で、じゃあ聞いたその単語わかったところでなんて喋っていいかわかんないみたいな、えー、人間にとってはパッと見せることができるとね非常にありがたいんですけれども、えー、それから産経新聞一面トップは尖閣選挙を想定頭上演習という、えー、記事を書いてあります。えー、自衛隊解放警察それから外務省の担当者もかわって でえ、図上演習を複数回実施していることが6日分かったということであります。えー、これ非常にこう。大切なのは、そのグレーゾーン自体というふうにされるところで。まあ,あの？ 自衛隊が、ま、出ていくような、こう、有事の手前の段階で、えー、じゃあ、解放だとか、え、あるいは、陸上では警察、そして、え、外務省等々が、え、どう連携していくのかっていうのは、ま、非常に重要で、むしろですね、そこの部分を逆手にとって、会計という、本来であれば、これ、指揮命令系統から見ると、えー、軍事組織に限りなく近いというものなんですが、え、国際法上、一応、その、白く塗ってある分だけ、えー、警察権の行使なので、 あるということをこう強弁するような組織に対して、えー、従来の国というのは有事は軍に任せてそして平時の部分というのは、えー、海上保安庁、まあ、コーストガードというふうに言いますけれどもそうした海上の警察権の執行機関あるいは陸上では警察、えー、そしてそれに付随する形で、まああのー、外交の部分で外交当局というところが、まあ、ある意味バラバラにやってきたところがあるんですがそれをこう 束ねて、グレーな形で、そして、一部の実力行使も含めてやってくるというのが中国のやり方なんで、それに対しては、その、自衛隊も含めて、えー、4機関が緊密に連携というか、むしろ、まあ、あの、一体で行動ということになると、それはこ、あの、外への見え方としてまずいので、そうではないんだけれども、きちっと一疎通を図って、おのおのやっているぞっていうところは、えー、ちゃんとやらないと、これ、あの、隙間があったらそこをこう中国がついてくるということがありますんで、え、えー、こういう、う 訓練とは非常に重要だろうということも思います。ええー、まああの三軒一面トップから二面、えー、共同訓練もお急増しているぞとこれは日米の、えー、共同訓練ですが、えー、その辺の話も書いてきております。えー、以上ここが気になるでした。 ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。はい、お,ますお願いします。はい、ますさあ、まずこの時間は北朝鮮、えー、北朝鮮による拉致問題について取り上げます。おととい6月5日土曜日で、えー、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお父様、しげるさんが亡くなられて1年となったと、えー、去年87ということでありました。えー 奥様の早紀江さんが時は結果が出ないまま流れていく本当に悲しいことですと報道各社の取材に応じられていましたうん、まあ、この、ね、インタビューというか早、ねはい、紀江さんのコメント記事についてもです、ね、私は思ったんですがあんまり扱いも大きくなく非常にこち、ね、小さいというか扱いに乗ってしまったということも、えー、まあメディアの果たす役割として、ねはい、果たしていいのかなと。 いう感じがしましたよね。だからもちろんね。 あのなんですか、拉致問題特別委員会で2年以上質疑が出てないという産経新聞の報道がありましたけれども、そこを含めて、ね、これ、国会の役割だけじゃなくて、うん、政治の役割だけじゃなくて、はい、メディアの役割としても、まああの、ほとんど扱われなくなってきていると、うんえー、国会でも扱われなくなってきている、そ,のそうするとね、やっぱりこの興味関心が、日本国民の興味関心であるとか、あるいは解決すべき課題のです、ね、優先順位というのが、はい、この問題というのは、拉致問題 問題っていうのはです、ね、低いんじゃないかということを、これ、北朝鮮だけじゃなくてね、はいえー、例えばアメリカなどもそういう受け止め方をしてしまいますから、ええ、やはり、えー、ここはです、ね、あのきちんと扱う、扱うというかです、ね、失業し、メッセージを送り、はい、そしてメディアもそれを伝えるというね、えー、そういうことをやっていかないとです、ね、こういった、えー、す,ぐす,す,す,すぐに解決するような問題、すぐに解決しない問題については、継続的に扱っていかないと。はい やっぱりあの、えー、諸外国に対してのメッセージという点で、弱くなるんじゃないかなと思いますよねうん特にやっぱりこれ、G7 も前にしているし、えーで、アメリカはトランプ大統領から政権が変わった、えー、あ、まあ、今年変わったばかりということも考えると、今こそ、 きちっとアプローチしとかないといけないというそういう G7 の場であるとか日米首脳会談で、はい、何かこうアリバイ工作的にね持ち出したところででも日本、はい、あんまり興味関心ないみたいじゃないかと。 いう,ようなですねう受け止め方をしますと、はい、やっぱりあのどうでしょう、あの儀礼的なですねやり取りになってしまうのかなという感じがしまますよねあこのバイデン政権が北朝鮮に対してどういうアプローチをするのか、どうもなんか、こうねかつてと、オバマ政権の時に戻るような、行動対行動の原則みたいなところになってしまうと、その。 ね全体でディールしようとしたトランプさんとは方向が違うようにも見えますけれども、ね、ねえもちろんね、うん、北朝鮮の核開発という点では、えー、アメリカもですね要警戒というか、ですねかなり、えー、注視してるんでしょうけども、はい、正直言って、ですねあまり北朝鮮問題に対して、うん、特にオバマ政権の時思い出していただくと分かると思すね、関心ないんです、戦略的忍耐なんて言いながら、結局、放置プレーでしたねほとんど関心なくて、えー、まあ、強いて言えばね、えー、中国との関係。 対中国との関係において北朝鮮をどう位置づけるのかと。 いうですね、えー、関心しかありませんでしたからねですからあの,メのアメリカのですね、えー、まあ政策決定に影響のある各シンクタンクのですね、はい、最近のこのレポートを読んでみてもですね、はい、あまり北朝鮮問題って取り上げられてないんですよおなるほどだからもともとアメリカの中ではそんなにプライオリティの高くないところですから、えー、日本がこれ働きかけないとねやっぱり忘れられてしまうんだろうなと思いますねはい、えー、まずは北朝鮮による拉致問題についてでした 今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。さ、はい、まざま、えー、メール、ツイッターいただいておりますが、うん、川崎多摩区安明さん45歳の方、ワクチンの接種証明書の記事が気になりました。今、海外渡航に制限多いですが、こういう記事見ると、海外市長もまた行きやすくするのかな、となるのかなと思いました。とおいただきました。えーまあ、接種自体が、ね、まだですけれども、といただきましたけども、き、えー、日,日経一面です。まあ、こういったことが、ね、国際標準になっていくのかな。うん <と>で、やはりです、ね、それがないと入国できないとか、はい、入国しても規制を受けるというのね、うんりますかあね、これで渡航が復活すれば、いろいろささも取材に行くということもできるようにもなるし、ねえーで、なおかつね、やっぱりそれが復活しないと経済が回復してこないですからね、経済問題ですよ、これは。きも8時までお付き合いいただきますよろししくお願いします。 今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。改めましておま、はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願います。佐々さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、次時台最初のニュースはこちらです。土地利用規制法案参議院で審議入り。安全保障上の重要施設周辺や国境離島の土地利用を国が調査、規制する土地利用規制法案が4日参議院で審議入りしました。 領土問題を担当するおこのぎ国家公安委員長は安全保障の確保のための規制が必要だとした上で土地の所有者や関係者への調査は最小限度とし国民の権利や自由が不当に侵害されることはないと説明しています。

されるのかなと思いますね でやっぱりあの、えー、こあのもうすでにです、ね、事実上の都議会議員選挙が始まってますんで、はい、野党統一候補といったんですか、えー、野党共闘の枠組みの中で、えー、この法案についても、ね、望んでるのかな、特に立憲,党立憲民主党とです、ね、共産党、こ,この2党が反対に回ってるものですからね、非常にこう政治的なというか、選挙を意識した動きになってきたなという感じがしますね。で加えててですねじゃ共産党どこのの部分が問題視してるのかとというそ、はい、そもそも立法事実が なないいじゃないか立法事実と何かっていうと、はい、これ、新しい法律ですから、その法律を制定するにあたって、何か問題点があってね、その問題を解決するための、えー、法案というふうに考えるならば、はい、その問題点って一体何なのか、これは立法事実と言われているものなんですよ。はい、で、確かにですね、えー、各自治体とか地方からですね、国に対して、えー、こういった外資のです、ね、土地ね、えーまあ、利用であるとか、買収であるとか、問題になってますよっていうのは、ほとんどはあの水源の、 うんえね、売買であるとか、はい、そういった自然環境に類するものなんですよ、うん、ですから今回、えー、ポイントになってる自衛隊基地であるとか、重要施設ですね、周辺のです、ねえー、土地利用の規制に関しては、そもそもそちら側についてはないだろうというのが共産党側の国会での、はい、でしかもおこのぎ国家公安委員長も、それについてはありませんと言ってしまったために、ちょっと揉めてるんですけどね、えー、自治体からの,その相談事みたいなはないですないと 答弁してしまったと、はい、ただしね、この手のものは公然と、はい、国会の中でこういった事実があって、こういった問題が起こってますって、なかなか言えないとか、言いにくい話ですよね、そういった自治体からのです、ね、アプローチがりにくいにあったとしてもです、ね、はい、おそらく、えーまあ、非公式ベースといったんですか、水面下での話ですから、表立ってとっていうことにならない、<ー>じゃあ、なんでこんなことを言ってるのかというと、実はあの一見、 あの過去にいくつか例があるんです、そういういの例えばという具体例を挙げればね、はい、佐世保に米軍基地があって、すねえー、海軍の、ねはいえー、弾薬庫があるんですよ、うんでその弾薬庫の基地を真ん中にあの、間近にあるところに島が小島がありましてね、へーへーそれは民有地なんですよ。 で、民有にしてありながら所有してるのは会社なんですが、はい、ちょっと経営状態苦しくなったもんだから、売却しなきゃならないと言った時に、あまり利用価値がないもんですからね、はい、なかなか買い手がなかった。その中で、えー、中国資本が手を挙げたんですよ。ほうなるほど。ですから、弾薬庫からね、ここ、弾薬が出てくるとか入っていくとかっていうところを、えー、ウォッチされてしまうと、これ重要な軍事情報になるから、<や>その民間会社はですね、えー、売却してないんですよ。えーえー、ああなるほど。そこで踏みとどまったんですか踏みとどまってるんですよ。うだからそういった あの話がねあ公式ベースで出てくるのか、はい、でなおかつ、ですねやっぱりえその辺に対して国としてもじゃ買い上げるような、そういうスキームというか、ですね予算がないもんだから、さあ、どうしたものかみたいなところが進んできた経緯があるんですねなるほど、まあそれでこう内々で穏便に済ませてみたいなケースだってあるかもしれないですよね、ええ、そう考えるとね、ええ。だから全く何も問題が発生してないというわけじゃない、ただそれは、おもてさんになってないだけだというね。う うんね、うんまあ、表沙汰にするような、表沙汰にすることでいろんな別の情報が出ちゃったりなんかすることもありますもんね。彼氏を呼ぶことになりますしね。なるほど。そうすると、ないじゃないかっていうふうに言うのは、えー、まあ、建前としてそうかもしれないけれども、というところが。えーえー、実態はどうなのと。<ー>えー、逆手に取っているようなと。はい でこれね、あの国として、えー、所有者のチェックであるとかっていうのが、まあ今まではその個人情報の壁等があって、国の,あの政府の職員が言っても、いや、それは見せられませんよって、えー、言われちゃうことが多いんだという現場の意見などもありますよね。えーえーはい だから今回はです、ね、こ罰則規定が入ってきますから、はい、そういった点ではです、ね、かなりの強制力を持ってくる、ただこの罰則規定を盛り込むべきなのかどうなのかっていうところも、うん、一つ今回のです、ね、国会審議の焦点になってるんですけどの実際使うか使わないかあれですが、こういう法律があることによって、えー、取引そのものをやめさせる抑止効果みたいなものも期待するという向きもありますおっしゃる通りですね、だから実際上、今言われた罰則規定についてもです、ね、はい、むしろ罰則規定がないと、抑止効果がなくなってしまいますからね。あ だから本当に罰,を罰則を、ね、加えるということよりも、うん、その規定を設けることによって飯田さん言われるようにです、ねはい、抑止力を上げていくというところに実際、問題があるのかなと思いますけどね、はいえー、まずは土地利用規制法案についてでした今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです中国の経済圏構想一帯一路 G7 首脳会議で対抗策を協議へ先進7カ国 G7 は今月11日からイギリスコーンウォールで開催される首脳会議サミットで中国の経済圏構想一帯一路への対抗策を協議する調整に入りました一帯一路について G7 で本格的な協議が行われるのは初めてとなります、えー、G7 サミット 日本からはね、当然菅総理大臣が向かうということになりますが、 えー、対中国、いろんなところで議論ということになりそうですね、えーあのー、特にこの一帯一路構想っていうのは、ですね経済面だけではなくて、はい、安全保障上の問題もね、はら、いえー、んでいるために、ですね、えー、かなり大きな問題になってきている、特にですね、うん、途上国、はいえー、では、ですね借金の方にさまざまな土地であるとか、ものが取り上げられていて、ですねそれがいろいろと、えー、物議を醸しているというか、ですね先進国の脅威もなってきているのかなと。一一一げますとね、はい、例えばアフリカのそのそ一 構想の優等生と言われている国があって、それはモーリタニアという国なんですよ。モーリタニア、えー、でモーリタニアは、ですね、うんえー、もうほとんどその経済的なというか、ですねその経済的になんかこう成長できるような産業がないもんですから、えーえー、中国のですねこの一帯一路構想を生かして、発ものといったらいいんですか、はい、公共事業投資、えー、これを中心に経済の活性化を図っていくみたいなね、えーえー、ところをやってるんですけれども、だから大統領、皇帝官邸、国会議事堂、この 官邸の中にあるんですけどねこういったものを一帯一路構想の中で、えー、建設しているというね、えー、状況になってるあるいは えー、コンピューターネットワーク、はい、インターネットワークのね、えーえー、これも、もあるいは監視、なんでモリタニアにね、えー、監視カメラの,あのネットワークが必要なのかわからないけど、これもなんかも中国が提供してるなんていうのあ、えー。というのはです、ねあの、選挙結果の、えーね、判定するマシン、機械なんかもこれ、中国が提供するというね、あそうなんですか、えー。という状況にもあって、まあ、国家丸ごとみたいなとがあっで結果的にです、ね、その公的な借款以外にも、えー、民間の、えー、ローンなんかもくっついてくる てくるで結果的に借金払えなくなって、さまざまな借金の方が取られていて、その中でですね有名なのが、モーリタニアさんのタコ料、タコね、はいタコね、スーパーの店頭なんかに行くとですね最近確かにモーリタニアっていう名前、見たことありますねかつてはモロッコだったの最近はあの輸入品ではモーリタニアさんが多いのかもしれないけれども。 中国のあー失礼モーリタニアのです、ねはい、海産物の輸出の45%程度がこのタコによって占められているとも言われていて、主要産業なんです。 もともとは日本のですね、そうだったんですから、もともと日本の技術も入ってたんだ、タコつぼ漁なんです、だからた、なるほど、なるほど、なるほど。ところがです、ね、借金返せないということで、はい、タコ量の権利が取り上げられちゃって<ー>で、中国の企業がこれをやってると、あらで結果的にです、ね、ほとんどペイを払わないものだから、うん、なりたい。 のりだからあのなんかこう犯罪を犯してね刑務所入る人に対して、えー、刑務所行くのがいいかタコ漁に行くのがいいかみたいなことで、えー、その犯罪者がタコ漁に従事してるなんていう側面もあるそ,うそれだけは払いが悪いわけですね、えー、だからそういった点でいうとそのね国の ね、根幹と言ったらいいんですかね、生活の根幹と言ったらいいんですか、はい、そういったものを一切合切取り上げられていくというね。なるほど。これはその国にとっても、ものすごく死活問題になるし、そういう状況っていうのは、うん だってみ、ね、西側からすると、何やってんのって話になりますから、ね、いや、本当ですよね、ええ、まさにそのジャイカがタコつぼ漁を教えたっていうのは、皆さん、これであの自分で生活できるようになりましょうねっていうことで教えたはずなのにっていう、ええ、精神がまるで逆ですよね、ですから、モーリタニアでちなみにということで、はい、タコつぼのね、これもだから、今、飯田さん言われたように、自立、経済の自立ということを促すためにということで、やってきたんですが。ーうん,うーん だここのところから切り崩されるぞっていうのに危機感を覚えてきたと。ええ、まあ本当、あのー、この今回のサミット、まあ、その向こうに中国がっていうのはいろんなところでこう出てきます。き今日あたり報道されている中では、えー、ワクチンもどうするんだと。これ、来年の末までには全世界で接種をするようにという、まああのー、ジョンソン イギリス首相のコメントなどが紹介されてましたが、ええ、ワクチン外交とかもそうだし、うんえー、この気候変動もそうかもしれませんが。 中国へどう対抗していくのかっていうのが、本当、喫緊の課題になってきますこれね、日本政府の認識ではね、中国製のワクチン、シノファームとかのワクチンの有効率って、これ、日本政府の理解ですよ、事実かどうかですとしても、日本政府の理解としては、有効率10%程度なんですって、10%? ええ、ほとんど効かないと。で、それが仮にですよ、どん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 提供されて、ワクチン打ったからっていうことで、 効果がないうちワクチン打ってると、これまた、そのね、パンデミックがですね、収束するところ拡大していく可能性もある。それは自,自国へ、我が国含めてね。まあ、渡航者として入ってきたりなんかするとっていうね。えー、うそういうリスクも兼ねているから、発生しかねないですからね。う まあその意味でいうと、これ、先進国だけの話じゃないわけですよね、えー、でそれから G7 の財務大臣会合が行われたばかりですで、法人税の最低税率15%以上という国際課税で合意みたいなことも出てきてますけれども、えー、まあこの法人税引き下げ競争をやめるんだみたいなことを、アメリカ、イエレン財務長官などが言っていましたが、これ、具体的になってくるんですかね。これやらないとですね、はいいとそういった国々ね税率の低い 国であるとか地域にですね、はいえー、企業が移転して、結果的に税金取りっぱがれるというね各国共通の悩みを変えてしまうことになるんですけれども、はい、ただね、イギリスとかね、ねこういったタクスヘブン持っているような国々がどうね、えー、それに対応するのかというところも一つ問題になってくるのかなと思いますけどねこれそうすると、こ,れこの流れでサミットでじゃこれが議題に上がるかっていうと、イギリス的にはあまり上げたくないかもしれない。そうですね、やっぱりあの金融立国という ことで進んできて、はい、でこのその一面ではねあのそう、こういったタクスヘイブンの利用によってというところもありましたからね、うん、うーんケーマン、ジャージー、まあえー、香港もそうかもしれませんが、イギリスは相当そういうところ、うまく使ってるところがあったわけですよね、えー、でそれを言い出すとです、ね、じゃアメリカ国内どうなんだということにもこれなりかねない、デラウェアとかね、ああ、法人税がそもそも非常に低いところそしてもう一つのニュースがこちらです。 アメリカが台湾のワクチン提供発表ということであの先週末には日本からもワクチンが行きましたそして、週末6日、昨日ですがアメリカの上院議員が台湾を訪問して新型コロナのワクチン75万回分をアメリカ政府から台湾に提供すると発表しております、えー、あのやはり台湾もね、一旦、はい、収束させたこの新型コロナウイルスの感染拡大もです、ねえー、さらに拡大し始めたというところで、はい でそして中国がいち早くです、ね、ワクチン提供を言い出した、これはです、ね、うん、世に言われるハイブリッド戦の一環だというふ、ね、う<ー>な受け止め方はアメリカ当局がしてますから、つまりそれによって、要するに政府批判になっていく、えー、なかなかワクチンが入ってこないということで、はい、えこれもまた政府批判、で中国の、ね、親中派がそこでその中国に頼るみたいなね構図が。 出てきかねないんでんここは戦略的に安全保障上の問題として、えー、ワクチンの提供に動き出したということですねうんまあ実際その新中国と言われている国民党などは中国のワクチンどんどん入れればいいじゃないかい相当批判してましたもんね,、はい、ねもう完全にこれハイブリッド戦に突入してますね台湾をめぐっての調整というのはうんこれ日本のワクチン提供も最初6月中にみたいなことを言われてましたがこ<え>うなんかパパッ というか結構、水面下ではいろんな準備してたようですね、えー、だからもう、そういったその安全保障上のこれは問題になる、日本を含めたね、はい、という認識がありましたから、やはりこれ、いち早くということと、うん、やっぱりあの菅総理の政治判断が早かったですよね、これに関してはははももうやっぱりここら辺のの中中ににあるいは,霞の関の中には。 出すのに慎重だった人たちもいっぱいいるわけですか。そうですね。えー、説明がつくのかそういう産のせも含めてね。まああのー、批判する向きはそのアストラゼネカ社製のワクチン今回行くということで、えー、まあ日本の国内で。えー 血栓がどうのとかいろいろ報道されていて、こう、汽笛する人も多いだろうから、それを回したんじゃないかみたいな批判する人もいます、ね、いや、ではなくて、ね、やっぱりあの、ね、注射の感覚であるとか、えー、あるいはあの打ち方っていうことを含めて、うん、あの他の製品とで混在してしまうと、混乱するからというところもあるんでしょうね。ファイザーだととかああるるいはモデルナののワクチンを使うと、まあ、ある一定程度の ねえー、冷蔵庫が必要だったり、はい、冷凍庫が必要だったりとか、ね、温度管理が非常に難しいと、ね、おそこでこう台湾はアストラゼネカ社製をまず優先的にこう承認してたんだというような指摘もありますもんね,ねで加えて、ね、今、日本はですね、はい、国産ワクチンの製造についても加速,あの加速させつつありますんでね、予算もつけて、これからやっていくと。ねはい まあどのぐらいそのワクチン打って抗体が持つのかというのもありますが、そうするとひょっとしたら毎年打つ形になっていくのかもしれないですもんね、ねね加えて新しい感染症に対してもです、ね、はい、やっぱりこのワクチン製造の,そのインフラ整備というのも必要ですし、うんどうもです、ね、これはまだ未確認情報なんですが、はい、要するに厚労省は、全量買い上げ、国産ワクチンについてもです、ね、<ー>え約束して開発を急がせるというなるほど方向に今、打つ必があるようですね。今までやっぱりお金が 切れてそこから研究できなくなったっていうのがあったから、はいえー、この鉄を踏,みた踏まないっていうことですね、はい、そうですね、えー、うんまあその辺は本当どんどんやってほしいでしょうねえー、えー、この時間菅田伸一郎さんとお送りしてまいりました以上おはようニュースネットワークでした続いて「教えてニュースキーワード」です東京オリンピックスポンサーの延期提案報道組織委員会が否定イギリスの経済誌フィナンシャル・タイムズが4日 東京オリンピックの一部のスポンサーが大会の延期を要求していると報じたことを受け、東京オリンピックパラリンピック組織委員会は5日、そのような要求はないと報道を否定する見解を明らかにしました。えー オリンピック開幕まで残り50日を切ってというところ、様々な報道が、なんだか観測機みたいなのがいっぱい上がりますね。うん、だからまあ、真偽不明のね、えー、情報が乱れ飛んでいてですね、ええ、まあ、どういう形でやるのか以前に、やるのかやらないのかっていうね、うんえー、問題もまだ決着ついてなくて、やっぱりその辺もね、さすがにちゃ決着つけてというか、着地してほしいですよね。ええ、ええ。選手がかわいそうですからね、これね。えー、まあ、選手は当然やると信じて準備をしているというところ。 少なくともです、ね、日本政府もほぼ100%というか、完全に100%やる方向で、うんえー、政治スケジュール、全部組んでますからね、そういった点でいうと、よほどのことがない限りり、うんえー、これが延期、ないし中止になることはないんだろうなと思います、ねうんまあ、ね、いろいろなそのリスクの部分というものも言われております、海外から人が来ると、ね、というようなね、まあ、その辺絞れるところはこう絞ってということにはならないんですかね。ねうんだから、ね、その それがね、果たしてどうなのかな、きちんとした根拠があって、そのリスクをね、並べてです、ね、はい、中止反対の、えー、中止であるとか、開催であるとかの、ね、議論が進んでるんではなくて、うんはい、やっぱり政治的な思惑、えーえー、特に、えー、この秋と言われている、うん、解散・総選挙を意識した中でも、ねえー、この,あの中止であるとか、開催であるとかの議論が進んでるところが、ちょっと一つ大きなポイン問題なのかなと思いますけどね。うんまあ、直近都議 選がありさらにその先には衆院選、まあ今年の10月まであるだろうと、まあ、その前に自民党は総裁選もあるかもしれない。はい いいろろ絡み合ってきますね、うん、だから、あのー、そういった点で言うとね、うん、あのこのことによって、あの支持率は結構大きく揺れ動くじゃないですか、うんただね、えー、そういった、まあ、これ、政府・与党の中も、はい、野党はその利用、ね、それについて利用しようとしてるんだという認識があり、強くありますから、あ<ー>だからこれはかたくなりになってしまうというね、弱みを見せたくないとか、問題点を明らかにしたくないっていうところはあるんだけれども、うんでもちろん野党にもその思惑あるでしょう。うただ与党の方もですね、えー えー、考えてみるとですね、うん、このオリンピックを規定路線として、その後に解散・総選挙戦略を描いてきた、その与党の方の政治利用ってのもあるわけですから、これどっちもどっちなのかな、んだからそこは一旦ですね、はい、おわさにしてというか、えー、まっ、あ、くこう、 解消してですねええー、このオリンピックについて、今、先ほど飯谷さんが言われたように、じゃあ、どういった形でね、うん、これやっていくのか、うん、その感染症リスクを、ね、一番最小限にするためにはどうし、ミニーガム化するためにどうしたらいいのかっていうね、うん、ところをきちんと議論してほしいなと思いますけどね、うん、今う、毎日新聞で、風知チというコラム、山田隆夫さん、書いてらっしゃいますが、うんあの、VIP だとか、そういう人たちの部分を、要するに選手とか関係者に関しては、うん、ほとんどもう選手村との行き来だけで、感染のリスクないだろうと。うん、むしろこういうこうううい VIP、あのー、の人たちとかその取り巻きみたいな人たちをこうバサッと削減することによって感染症のリスクも減らせるしスリムなオリンピックって目指せるんじゃないかというような話がありますけれども、うん、この辺、しがらみ大きいんですかね。いやだから 果たしてね、あのー、どうなんですかね、そのあたり、じゃあ、VIP ってどこからどこまでなのかとかね、これはオリンピックそのものがある種、商業主義的なところが強いから、果たしてそこがね、エイヤーでできるかどうかという問題も、私はあるんだろうなと思いますけどね。まあ、本当、あとなんと言っても50日切ってますもんき今日のキーワード、東京オリンピックについてでありました。 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキップ経済産業省が半導体デジタル産業戦略を発表。経済産業省は4日、世界的に需要が高まる半導体の確保を国家事業と位置づけた半導体デジタル産業戦略を発表しました。 半導体などのデジタル産業の基盤強化に国家事業として取り組み、次世代の製造技術の国産化などを進めるとしております。 かつては電子立国といった日本ですけれどもそうですね、産業の米と言われてますからね、半導体は。うん、ただ、これきてですね、こういった動きが出てきた背景には、はい、例えばねあの、半導体工場の火災問題であるとか、<う>あるいは世界的な需要の高まりとかっていうね、なんか取ってつけたような解説があるんですが、違うんですよ。うん、違う。もうこれはですね、数年前から実は水面下で、うん、あの進めてきた、えー、戦略なんですね。で、それはどういうことかというとですね、やっぱり今後ね、えー、5年後、10年後には間違いなく IoT 時代を迎えますよね、はい、インターネットオブスイングスというですね、インターネットにあらゆるものがつながっていくという時代、まあ、特に代表的なのは自動運転喪失の自動車という,、はい、ういうことになってくるんでしょうけども、うそういったときにです、ね、そういう時代を迎えると、はい、やはり圧倒的に半導体の、えー、数が足りなくなってくる、ありとあらゆるものにそれ入っていくわけですから、えー、でなおかつ、ですねやはりこれ、5G 時代が、ですねそして次の 6G 時代がそれを後押ししていく、IoT 時代をね。はい、という中でその中ででそのもう こういったた計画が着々と進んでき加えてもう1点言うと、やっぱり中国製のものに対しては危ないんじゃないか、リスクが高いんじゃないかといういうにも言われていて、やっぱりこれはクリーンな半導体なんですよということを認証していくと、自己認証していくという作業が必要、特にアメリカに輸出するサインは、これはクリーンな、一つ一つは調べないけれども、結果的に問題が起こったときに、責任の所在を明確にして、責任を 合わせるために、はい、その認証っていうことが今度重要になってくるんですよ。で、はだしてそれを認証したときに中国製のものはじゃあその本当に信用できるのかっていう問題にも。 これなりますからね。はい。ですから、えー、日本の役割というのが数年前からですね、アメリカサイドから指摘されていて、うん、で、この今の半導体の製造というのは、はいえー、かつてと違ってですね、分業体制になってますよと。うんえー、設計をする企業と、そして実際にその設計した、えーね、半導体を作る、えーうん、そういった企業が分業している程と。はい、じゃあ、後者がね、 じゃあ、設計する会社の方が優秀で、や製造する会社はそうでもないのかって、そうじゃなくてですね、製造するラインというのは、相当先端半導体になると、精緻なものが求められるために、ですね、はい、巨額な設備投資と、ね、高度な技術が必要になってくるんですよ。で、まあ、その先頭走っての TSMC という、台湾の企業なんですが、はい、TSMC だけでは心もとないえ物、ね、量、ね、それと安全性ともにですね、はい、だから日本の半導体企業、もう一回復活してくれないかということ。あ アメリカの要望もあるん そういった中で進んできてますから、はい、まあ言ってみればです、ね、どうなんでしょうあのか、ね、かつて、要するに半導体で、さっき飯田さんが言われたです、ね、天下を取った日本がです、ね、日が再び上ると、はいえね、日本の企業の復活という、はい、そういうです、ね、意味合いも含んでくるのかなと思いますね TSMC はもともと、まああの、李登輝さんの時代に国策として作られたという経緯があると、ね、で日本の半導体産業、良かった時というのは、まあ、景気も日本国内。 良かったので、はい、もう設備投資をガンガンやっても大丈夫だったと、うんうん、この30年間それができなくなったことによって <で>ええ、技術的にも置いてかれてしまったし、あるいは、えー、もっとコストの安いところに移転みたいなことにもなってしまったと、ええ、まあこの辺お金どうすんだって話にはなってきますよ、ね、そうですね、でそしてです、ね、半導体って、次々にです、ね、バージョンアップしていくために、ええ、巨額の設備投資しても、それ回収できないまま次のバージョンに移ってしまうという、なるほどそういうです、ね、問題点も抱えてるんですよ、じゃあ、そこのです、ね、サイクルをどう、ね、構築していくのかという、はい、ところが、えーね、問われてるのかなと思います うん、かつての,その電子立国と呼ばれた時代の日本のメーカーってその設計から製造まですべてまあ垂直統合のような形でやっていた、うん、もうこれから先はむしろ製造に特化していく形で。 企業もそんなにたくさんはいらないということになりますかそうですねあの。むしろですね、先ほど申し上げたように、あのこれ、装置産業ですから、巨大な。ですから、そういった点でいうとですね、えー、巨額な資金が必要になってくるんですが、はい、それ分散するとですね、えーえー、これ、まあ、そういったサイクルが回っていかないというかですね、一定集中型みたいな形の方がいいんじゃないかなと思いますけどね。えー、そして、G7、まあ、サミットを目の前にしてますけれども、まあ、その前段のさまざまな会議でも、サプライチェーン というものがこう問題になってきてきますよね、はい、まさにこの半導体は、そこのサプライチェーンの具体的な形ということになりますそうですね。あの、で、加えてですね、もう一つキーワードを挙げておくとすると、やはり最近流行りの経済安全保障。はいえー、これの一部、ね、一つに、えー、位置づけられているということになってくるわけなんですね。ですから、その技術の流出、漏洩であるとか、あるいはハッキング。はい えこういったところにもです、ねえー、きちんと対峙していこうということで、うん、だからクリーンな半導体というのが求められているという、そういう流れになってるんですねそれこそ 5G、6G の話出ましたけれども、その基地局の基幹になるところにも、はい、おクリーンな半導体が求められると、はいまあ、そうすると、まあ、今、完成品作れるのが、ノキアだとかっていう、歩、ま、行、あの。 会社か、ファーウェイかみたいなことが言われてますけれども、ええ、そこら辺は日本の技術というのもかなり期待されるところがありますもちろん、あの、基地局についてはですね、今、あの、かつてね、はい、NTT が電電公社と言われた時代に、電電御三家と言われた、その一角を占めていた日本電機 NC、はいえー、これがですね、基地局の生産、製造に、えー、乗り出すという方針、方向性がね、えー、動き出してますからで、特にですね、この通信の分野では、はい、NTT っていうのが今非常に大きく注目されてるっていうかですね、これが中 にななってくるのかなと思いますよねあのですからあの、ここはですね、はい、あの今、えー、経産省と、えー、連携プレーをし取っていてですね、えー、で加えて、だから思い出し、覚えてますかね、はい、NTT ドコモが、はいえー、かつての方針を、ね、総務省はかつての方針を大転換して、えー、完全社会ししましたよね NTT が完全子会社化すると、えー。だからこれもですね、NTT グループのです、ね、強化というところに、えー かつてはちょっと競争を促すために分散、ねはい、してたんですが、えー、今、NTT の強化っていうのは、これはそういった意味合いを持ってるし、これはアメリカサイドの要求でもあるということですね。NTT 本体は結構国際化だっていって、いろんなところへこうで進出していったりもしてましたよね。えー、まあそのの辺もも統合しててクリーンな技術をどううするっていうのも 当然視野としては入ってくるです、ね、そうですね。だから国内だけじゃなくて、えー、その海外展開ってことも視野に入れて。だからあの先ほど申し上げたよね、うんえー、日本電気って元々はですね。通信の会社で、はい、あの電話機なんかも作ってた。会社あの<ー>黒電話の時代ね。なるほど。えー だからそ,れそれ以来の関係にありますから、うん、えそこについてはです、ねえーまあその、なんていうのかな、機器については NEC がしっかりサポートしていくという、そういう体制なんだろうなと思いますねうんそして全体として、そうすると、この、うん、通信の面とか、あるいは半導体の面でも、こう色分けが。 中国側なのか、ね、西側なのかっていうのが、どんどん鮮明になっていくということになりますか日米間は完全に、ですねそこはデカップリングさせていく方向ですね。だからこれ、バイデン政権でもきついなんですが、はい、トランプ政権時代にですねクリーンネットワーク構想ってのありましたよね。はい、ありましたね。で、そこは完全にそこを意識しているものなんですよ。うんだから、そういったね、西側、日米欧を中心としたクリーンネットワークなのか。はい で、まあ、彼らはそこまで踏み込んでいってないけれども、じゃあクリーンに対しての対応は何かって大体ネットワークなんですよ。うそういうふうなイメージを持ってますからね。で、そうするとですね、やっぱりそこは完全に分断をして、分離をして、はい、要するに日米を西側のですね、そのネットワークなのか、 5G、6G についてはね、それとも中国側のローカルネットワークなのか、どっちを選ぶんですかというね、そういう形になっていくんだろうなと思いますけどねうんこれ、その辺も含めて、それこそさっきの,あの一帯一路の話もありましたけれども、ね、じゃあ、アフリカだとか、あるいはアジアだとか、新興国をこうど,うどっちの陣営が取り込んでいくのかっていう話にもなっていくわけですね。ね あのただですね、中国の場合は、さっきの半導体の話に戻しますけれども、はい、設計する、例えばファーウェイ一つ取ってみてもですね、うん、設計する会社はあるんですよ。ただ、それを設計したままで製造する会社がないんですね。製造する能力がないと言ってるんですかね、技術がない。で、それっていうのは、まあ,あの、将来的に全くできないというわけじゃなくて、はいえー、最短で5年、場合によっては10年以上のですね、えー、そういった生産ラインを作るために必要ですから、 ものすごく遅れてくる。この5年の遅れというのは、ですね、5G、うん、6G の時代では致命的になりますから、うん、その技術的に劣るその中国ネットワークなのか、はい、最先端の西側ネットワークなのかっていうね、そうしたものを選ぶのは、地名乗りになってくるのかなと思いますけどね。うん えー、経済産業省の半導体デジタル戦略、えー、産業戦略。まあ、そこから世界戦略についてお話をいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。